ヒカキン TV Everyday。 なろ YouTube。 どうもヒカキンです。ファミリーマートで売ってました。ブリーなヘンゼルなほい森永ピノヘーゼルナッツ。ナッツでござる。なんかアーモンドみたいな感じだね。見た目は普通だよね、これピノね。なんかデザインかっこいいよね。この茶色とネイビーが大人っぽい感じ。はい、裏面。絶妙なバランスで溶け合う美味しさ。チョコレート専門店では定番のチョコとの相性が良い素材ヘーゼルナッツの香りと口どけの良いチョコの味わいが楽しめるピノ。長いな。中身がトルコ産ヘーゼルナッツペーストを練り込んだアイス。外側のチョコレートがカカオの風味豊かな口どけの良いセミスイートチョコ。セサミストリートみたいになって。これよく見るとアルファベットがここにぎっしり書かれてるんだけど、これヘーゼルナッツ、ヘーゼルナッツって書いてあるっぽいよね。そうだ、やっぱりヘーゼルナッツ、ヘーゼルナッツ。ピうん。残念ながら星型とかハート型のピノは当たりませんでした。いただきます。すごくナッツの味が濃い。外側のチョコレートの味はね、なんかそんな変わった味じゃなくて普通のチョコレートかなって感じなんですが、中のナッツクリームがすごくナッツ感マックスでね、あの味に似てるんですよ。ピノチョコアソートに入ってる黄色いアーモンド味の、なんかあの雰囲気に似てる。あれは確かチョコがアーモンド味なのかな。これは中があれに近いような雰囲気の味。すごく好き。中のナッツクリームはすごく甘みも感じるんですけど、この外側のチョコが甘すぎない。だから全体的にちょうどいいね。で、なんかね、なんだか大人っぽい味。ダブル。あっという間にラスト一粒。まあ僕は地味にこの少なさが好きです。美味しいまま終わるからね。ごっつぁんです。ブニョン、トゥデイズヒカキンズバーイン。81。僕ピノ食べてるとき、毎回同じこと言ってそうで怖いんですけど、やっぱ普通のピノが一番うまいな。まあでも、なかなか美味しい。ピノ好きな方、チェックです。バイ。僕のゲーム実況のチャンネル、ヒカキンゲームズがオープンしました。 PC の方はこちらのアイコンをクリック、スマホの方は動画説明欄のリンクからぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではヒカキンゲームズで待ってます。